100人乗りの超音速旅客機よ。わー、大きいなー。悟君、藤隊員の弟ともあろうものがそんなことぐらいでびっくりしちゃおかしいぞ。船だわ。藤君。私はメティラス星人。サトル君、私は自分の星からこの地球を見ているうちに、地球とサトル君がどうしても欲しくなったんだよ。でも私は暴力は嫌いでね、この私にたった一言、地球をあなたにあげましょうと言ってくれないで。出ろって言ってんやろ。なぜ地球をあなたにあげますと言えないの。僕一人がどんなに長生きしたって、どんなに豊かな暮らしができたって、ちっとも嬉しくなんかないや。僕は地球の人間なんだぞ。メヒアス星人、さっさと自分の星へ帰る。スパイ。よそう、宇宙人同士が戦ってもしようがない。私が欲しいのは地球の心だったんだ。だが私は負けた。子供にさえ負けてしまった。しかし私は諦めたわけではない。いつか私に地球を売り渡す人間が必ずいるはずだ。必ず来るぞ。ハハハハハ。